はい、どうもコハケンです。でね、まあこの前もね出した動画と思うんですけどね、コハケンは筋トレ続けてるんかっていうね、まあ動画なんですけどね、まあ筋トレは続けてます。はい、動画撮ってない日でも筋トレやってますね。でもまあ毎日やってないんですけどね、まあね、主にね、上腕三頭筋、二頭筋の裏側のね、まあ筋肉、腕の筋肉っすよね、三頭筋メインに置いて、まあベンチプレスをね、今完全にね、やっていってるみたいなね、感じっすよね、やっぱりね、違いますね、でね、現在ね、ちょっとマックス重量はわからないんですけどね、75キロを今5発上げれるみたいな感じっすよね、まあ、年月で言ったら2017年の、夏ぐらいの今パワーはね戻ってきてると思うんですよね、まあその、大阪おった年のね最後の年のね夏って言ったらね、まあもうその時もねベンチプレスとかねスクワットとかやってたんですけど、まあその時のパワーぐらいはね今はね、戻ってきたかなみたいなね感じっすよね、まあ、それなりに、調子っすよね、まあ、今日もまた筋トレやろうかなってね、思ってるんですよね、でもね、まあね、ここがね、まあ、ちょっとね、怖いのはね、オーバーワークにならないことっすよね、筋力トレーナーのね、一番怖いとこはね、こうやってね、もう、年齢的にもね、まあ、おっさんなんでね、33歳のおっさんなんでね、やりすぎないことですよね、まあ、オーバーワークね、まあどうかな、まあこれからもね、まあ筋トレ続けていきたいんですけどね、まあ握力トレーニングとかもね、まあ週に1回とかね、まあ10日に1回、まあ2週間に1回っていうね、まあやっていってるんですよね。ああ、でもね、ベンチプレスなんですけどね、確かね、前やったのがね、1月のね、26日だったんですよね、2020年のね。これ次やったのがね、2020年の、2月の11日やったかな、だからね、まあ、ちょっとね結構ね、まあ、今言ったの期間が空いてるんですね、まあ、要するにどういうことかって言ったら16日間空いてるんですよね。16日間っすよ、結構な日にちっすよね。まあ、その16日間は何やってたんだって言ったらね、まあ、仕事やったりね、もう面倒くさいから動画投稿怠けてたりね、まあ、そういう感じっすよね、まあどうかな、まあいろいろね、他にもね車のこととかでね結構ごちゃごちゃしててね動画撮れなかったっていうのね、まあ車はね新しい車来てね、まあ今もう一段落ついた、まあ今日とか、まあ、昨日とか、まあそれぐらいの時期にね、まあ一段落ついたんでね、あ、よかったかなみたいなね感じなんですけどね、まあね、筋トレですね、まあ筋トレ、動画投稿メインですよね。まあね、チャンネル登録はね、まあね、今ちょっと伸び悩んでますよね。まあね、今年中にね、まあ、200人いけたらどうかなってね、まあ、思ってるんですよね。まあ近々120はいくやろうってね、自分の頭の中にもね、まああってね、まあ120は超えたんですけどね。まあ、200って言ったらね、結構壁、ハードルが高いかなってね、100から200って結構ね、壁があるんですよね。で200から300も結構壁あるんですよね。まあそれが500まで続いて、多分500から1000って結構ね、すぐだと思うんですよね。まあね、なかなかね、そのね、チャンネル登録がね、増えないっていうのもあるんですよね。まあね、まあ自分の趣味動画とかね、まあ遊戯王関連とかね、出してもね、まあ要はね、再生されないですよね。あとなんか、AKB 卒業したり、欅坂の誰やった、手塚治虫じゃなくて誰やったっけ、ちょっと名前忘れたんですけど、欅坂のセンターの手塚治虫みたいなやつが、まあ、脱退したじゃない、まあ、その動画とかもね、まあ、そんなに再生されてないかな、みたいなね、あとはあれやな、ジュリナ、ジュリナの動画もね、まあ、そうでもないかな、みたいなね、まあね、面白くなかったらね、まあ視聴者もね、バカじゃないんでね、まあ見てくれなくなるっていうね、リスクもあるしね、まあかといってね、口パッチにね、なんか逃げたくないっていうのもあってね、まあちょっと難しいところですよね。まあ口パッチ動画はね、まあ、まあ、それなりに撮ってるんでね、まあ出していけるんですけどね、どうかな、
まあそんな感じですね。まあ筋トレとか、あのまたこれもまあ適当な雑談っすよね。うん、まあこのね、岩場のね、雑談もね、結構いいもんっすよね。うん、まあここはね、人いないんでね、好き勝手喋れるんでね。うん、まあ筋トレの話からね、結構脱線したような感じですよね。うん、まあ2020年のうちにね、ベンチプレスね、100キロ上げたいなって思ってるんですけどね。うん、それまあなかなか難しいかなってね。まあそれでもね、90キロはね、全然ね、上げれそうな感じっすよね。多分90キロやったら夏までに上げれるかなって自分では思ってるんですよ。うん、まあ普通に、うん、力つけてね、うん、まあ筋トレして、うん、まあ収益化もできたら、うん、まあそれなりにいいかなって、思ってます。ここまで見てくれてありがとうございました。以上、コハケンでした。これでいいのだ、これでいいのだ、コッコッコハケン、コハケンケン、コハケンチャンネル、コハケンケン。